ター2の方に、はい、ぜひお話をお伺いしたいなと思うんですが、パターン2は髪の毛の色が変わってましたけど、どうすんの、どうしようかね、これ。これは別に意識に意図したものではなかった。意図したものではなかったですけど、なるであろうなとは思ってました。あ、そうですか。はい、今日もカラーしたんですけど、はい、一昨日もカラーの仕込みをしたんですね、はい、で実際ビフォアは彼女毛先がもう金髪まで抜けてる状態だったので、はい、まあ、それを落としたくて暗くしたくてやったんですけど、ただアッシュ系のカラーって熱にすごい弱いんで、そうなんです。まあ、それが今回めちゃめちゃいい感じになったっていうことなので、まあ正直なこと言うと結果良かったなっていうことではあるんですけど、まあ結果良かったって成功じゃないんじゃないですか。偶然ではないです。なので、まあこれはもう偶然産物でしかないかなっていうのはありますけど、まあ、すごい彼女に似合ってたので、まあ、2パターン目としてはすごい良かったなと。そうね。もう正直に言うと、もうごまかせないなと思って。じゃあたまたまだそうなるかもしれないと思ってたけど、結構想像よりも色が抜けてる。想像よりも抜けましたね。1パターン目はストレートアイロンで作ったんですよ。はいはい、なのでそんなになんなかったんですけど、はい、1パターン目にカールアイロン入れたら一束すっごい明るくなったんですね。これはもう明るくなるなって思って、1パターン目はステルトアイロンで必ず作ったんですけど、2パターン目はもっと動きのあるスタイルにしたかったんでカールアイロンにしたんですけど、全体のパターン2つ目も全体のイメージっていうのは今動きのあるスタイルとおっしゃいましたけど、はい、その他に想定されているイメージっていうのはどういうものでしたか。ちょっとモードチックな、はい、まあ、カジュアルモードなんですけど、はい、っていうのを、はい、イメージしたかったので、モデルさんの顔を見た時に、はい、なのでこうエッジのあるような感じにちょっとしたかったなっていうのはありました。はい、ただモードになりすぎちゃうと、まあ、自分はナチュラルっていうのが、まあ、お店のテーマではあるので、かっちりすぎちゃうと、サロンのイメージにも合わないなと思ったので、ちょっとガーリーさを出すために衣装で襟のついた可愛い丸い襟にしたりとかっていうところを今回ポイントにした感じですかね。佐藤さんはそういった今割とミックスな、はい、エッジのある感じにしたいけれど、モードすぎるとお店のイメージとも違うから、うん、衣装とか靴もちょっとスニーカーだったりとかで、はい、少し髪型のイメージをちょっと崩す形で、うん、トータルのバランスを切るっていう形だったと思います。はい、そういう時写真を撮る上ではどういう部分でバランスするんですか。髪の毛寄りにライティングをすると結構モードっぽくなりすぎるとか、それ今はそれを避けたいということだったんですけど、その辺はライティングを考えるのか、はい、例えば先ほどおっしゃったような構図を考える、ポージングでちょっとイメージを変える、はい、今日の、感じだとそのモード感プラスそのちょっとカジュアルな感じっていうのもその衣装を見た時にすごく感じたんで、そこのカジュアルな部分っていうのを少し引き立たせるような感じで仕上がるといいかなって思ったんですね。でこれがまた髪の毛だけ可愛ければいいってわけじゃなくて、そのこの女の子がこういう服を着てこういう髪の毛を着てこういう服を着てこういう髪の毛をしてでこういうところにいそうだなっていうのをちょっと想像して、うん、考えたんですけども、その時に背景の選び方だったりとかも大事になってきて、このカジュアル感をちょっとこの引き立たせる
ために、その今日のスタジオだとその木目の、壁と床も、木が敷いてあるスペースで撮るとそのちょっとラフな感じだったりとか、最初のワンパターン目は真っ白でちょっとスッキリしてた感じだったんで、そことの対比にもなるようにそのカジュアル感が少し強調されるような背景で木目を選んでみました。でそれプラスそのライティングの部分もそのモード感がちょっと強すぎないように、今日はあの何ですかね、カーテン越しに光が差し込んでくるようなイメージですかね。大きい窓からカーテン越しの柔らかい光が入ってきているようなイメージっていうのを再現するためにそのトレーシングペーパーに光をあの透過させてちょっと柔らかくした光をあの人物に当ててるっていうのをちょっと再現してみた感じですかね。カーテン越しって感じだね。カーテン越しペーパーで通すとかなり柔らかくなるんですね。はい、本当はこの自然光で撮りたいとこだったんですけど、ちょっと今日はあいにく天気が雨で外の光が期待できなかったんで、その外の太陽光がカーテンを通って室内に降り注いできたらちょっと柔らかく人物が見えるだろうなっていうのを想像して、それを太陽とカーテンをストロボとトレーシングペーパーで再現するっていう感じでやってみました。